テレビ朝日系列の大リーグドジャースと韓国代表の試合中継が18日に韓国、ソウルで行われ、注目を集めました。その中で、大谷翔平選手の妻であるマミコさんの姿がスタンドで何度も映し出され、話題となりました。日本中で熱狂的なファンが期待する大谷翔平選手のプレーと同様に、彼のプライベートな側面にも注目が集まるのは当然のことですが、その映像が過剰に強調されたことについて、ネット上では様々な意見が出されました。大谷翔平選手のプレーに加えて、試合中には彼の傍らにいた通訳の水原一平さんの妻と思われる女性たちの姿も映し出され、一部の視聴者からはその点にも疑問が投げかけられました。マミコさんの指輪やバッグなどの細部までがワイドショーなどで話題になり、彼女のスタンドでの振る舞いが注目を浴びることになりました。また、野球中継や競馬中継で活躍するフリーアナウンサーの清水久嗣氏も、試合中にツイッターで、もう奥様を映さないであげて、と投稿しました。これに対しても、視聴者からは多くのコメントが寄せられ、大谷翔平の打席であればまだしも、何でもない時に映りすぎ、野球中継なのに大谷翔平選手の奥さんが映し出されるのは違和感がある、本来の試合の映像が奥さんの姿で置き換えられているように感じる、大谷翔平選手本人がこれを見たらどう感じるのか、といった声が相次ぎました。このような議論は、スポーツ中継においてプレイヤーの家族やプライベートに焦点を当てることが適切かどうかについて、新たな考察を呼び起こしています。大谷翔平夫人を映しすぎ、ロス在住の飯島麻里日米の考え方の違いを説明、アメリカでは家族を隠す習慣はない。米ロサンゼルス在住のシンガーソングライター飯島麻里、60、が19日、自身のブログを更新。ドジャースの試合中継で大谷翔平投手の妻、マミコさんが観戦する姿が何度も映し出されたことについて、持論を綴った。18日に韓国、ソウルで行われた韓国代表とのエキシビションゲームは大谷翔平の家族と並んでマミコ夫人もスタンドで観戦。笑顔を見せ、大谷翔平の打球の行方を追いながら手を叩く姿がテレビ中継でも映され、SNS で大きな話題となった。その中には、やたらカメラに抜かれてかわいそう、そっとしてあげてほしいと、マミコ夫人を何度も映すテレビ局への苦言もあった。そんな声を受けて、1989年にロサンゼルスに移住した飯島は、風習が違うんだよ、というタイトルでブログに投稿。例えば、クレイトン・カーシャー、日本ではカーショー読み、が記録を打ち立てる日なんかは、試合前からずっとカメラは奥さんのエレンを映しているし、アメリカでは、家族を隠す。という習慣はないんです。ファミリーひっくるめてスターなんだよと綴り、スポーツ選手の家族についての考え方が日米で違うことを明かした。ドジャースには、シーズン中の選手たちを追うバックステージドジャースというドキュメンタリー番組があって、毎週楽しみに見るけど、そこにも奥さんや子供たち、両親、親戚一同など家族がみんな登場します、と選手の家族が出演するド群の番組があると説明、大リーガーの家族になるというのはそういうことなんすよ、と続けた。さらに、映さないであげて、と言うけど、奥様がそんなに引っ込んでいたいかどうかはわからないよね、とも綴り、マミコ夫人が意思を表明したわけではないことに触れた。大谷翔平の妻マミコさんの夕食会バック巡り、好感度縛りになるのも辛い話、増田岡田岡田圭介。お笑いコンビ、増田岡田の岡田圭介が19日、TBS 系、午後スマ、月曜から金曜午後1時55分に出演。ドジャース大谷翔平投手、29、と結婚した元プロバスケットボール選手の田中マミコさん、27、の、好感度、についてコメントした。番組ではマミコさんが夕食会で持っていたバッグがファッションブランド、ザラの商品だと SNS 上で話題となり、応援したくなった、親近感との声が上がっていることなどを伝えた。タレントの鈴木紗理奈は、大谷翔平選手もすごく稼いでらっしゃるけど、そんなバブリーな感じしないじゃないですかと話し、なんかだからそういう価値観も合ってたのかなと思って。マミコさんも、普段今まで通り持ってたものを、結婚しようが持つんだよっていう感じなので、お二方の中の生活が垣間見えて、非常に好感度がありますと力説しグーサインを出した。岡田は、たまには一個ぐらいはご褒美でな、高いカバンを持ちたいやん、と話すと、フリーアナウンサー石井亮次は、高いカバンを持つことが悪ではない、と強調。鈴木も、そうです。
そうです、と賛同した上で、でも、非常に、好感度がございます、と再び力を込めた。岡田は、それがプレッシャーになる。好感度縛りになるのも辛い話や、難しい塩梅やで、とマミコさんをおもんぱかった。大谷翔平の妻、マミコさんは、バブリーな感じがしない、とサリナは好感。バッグが、ザラの5000円、と報道。TBS 系、午後スマ、月曜から金曜、午1時55分は19日、ドジャース大谷翔平投手の妻で元バスケットボール選手のマミコ夫人について特集した。18日に韓国で行われたドジャース対韓国代表のエキシビションマッチで、マミコ夫人がスタンドで応援する映像を放送。また、マミコさんが前夜祭の夕食会で身につけていたバッグが、ファストファッションブランド、ザラの約5000円のショルダーバッグではないか。というネット上の話題も取り上げた。司会の石井良二アナウンサーは、こういうこともサリナさん、話題になっております、と言って鈴木サリナにコメントを求めた。サリナは、ねえ、何持ってるかとか話題になりますね、と言い、大谷翔平選手はすごく稼いでらっしゃるけれど、そんなバブリーな感じがしないじゃないですか？だからそういう価値観もあってたのかなと思って。マミコさんも、今まで持っていたものを、結婚しようが持つんだよっていう、とマミコさんの印象を話した。そして、なので、お二方の性格が垣間見えて、非常に好感度上がりますね。OK サインを出させていただきたいと思いますと、カメラに向かって力強く、グーサインを見せると、スタジオは笑いに包まれた。大谷翔平選手の妻、田中まみこさん、左手薬指に指輪キラリ、眩しすぎる、どこのか気になる、と注目集まる。3月18日、テレビ朝日系にて、韓国、ソウルの高尺スカイドームで行われた米大リーグ、MLB のロサンゼルスドジャースと韓国代表戦が中継された。ドジャースの大谷翔平選手が2月29日に結婚を発表した元バスケットボール選手の田中まみこさんの指輪に注目が集まっている。大谷翔平選手の妻、田中まみこさん、左手薬指に注目。大谷翔平選手は、韓国代表とのエキシビションゲームに先発出場。結果は、5対2と快勝した。そんな中、注目を集めたのが、大谷翔平選手の応援に駆けつけたまみこさん。大谷翔平が打席に立つたびに、まみこさんの姿も中継に映し出され、彼女の一挙一動に視線が集まった。中でも、彼女の左手薬指にはめられた指輪は、ネット上で大きな話題を呼び、美しい、素敵すぎる、微笑ましい、眩しすぎる。キラキラしてる、幸せそう、どこのか気になる、など様々な反響が寄せられている。3月15日には、ドジャースとパドレスの開幕シリーズ MLB ソウルシリーズ2024のため、大谷翔平選手が韓国、ソウルのインチョン国際空港にマミコさんと共に到着した様子が、各メディアによって報じられていた。大谷翔平選手、結婚発表韓国入りで妻との2ショット。大谷翔平選手は、自身のインスタグラムにて結婚を発表、新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが、二人、一匹も、で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆様と共に歩んでいけたらと思っております、と妻と愛犬、デコピンとの今後の生活に意気込み、お相手については、日本人女性です、としていた。3月15日、日本時間、自身のインスタグラムのストーリーズにて、女性と寄り添う写真を公開。ドジャースの公式 X には、彼の妻、との表記があり、初めて明かされた妻との2ショットに大きな反響が寄せられた。